皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。皆さんお元気でいらっしゃることを願っています。9月6日に18歳の誕生日を迎えられる秋篠宮家、友人様17。筑波大学附属高校の3年生であられる悠仁さまが直面しているのが、進学先をめぐる問題である。悠仁さまは、かねてよりトンボに関する研究に取り組まれてきた。 今年3月の宮内庁の会見では、自然史を学ぶことのできる大学を志望されていることが明らかにされ、東京大学をはじめとした複数の大学名が取り沙汰されている。異例の大学受験をめぐる賛否両論。今週号の週刊文春では、久人様、異例の成績で、トンボより受験勉強と題する記事を掲載。編集部の愛記者は、 トンボ研究の関係者や、宮内庁の関係者などに取材を重ねた。時代の天皇による異例の大学受験をめぐって、愛記者の耳にはどのような評判が聞こえてきたのか。久人様は小さな頃から自然と触れ合われてきたそうで、やんちゃなお子様だったそうです。その後姿をご覧になってきた方からは、ご自身のやりたいことをやってほしいという応援の声が聞かれました、愛記者。 一方で、天皇制の研究に携わる指揮者などからは、別の意見も聞かれるという。受験勉強は競争の場ですから、時代の天皇になられる方でも、競争の中で戦わなければいけなくなる。果たして、それが今、友人様がなさるべきことなのか。そういった声が出てくることもあります。愛記者。実際のところ、大学受験をめぐる久人様の、 ご近況はどうなっているのか。その詳細な実態について愛記者が解説した有料番組の前編は、週刊文春電子版を購読すると視聴できる。動画をご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。